こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。2020年6月18日、日本の接続水域内、鹿児島県奄美大島の北東で、潜航する外国の潜水艦を発見したというニュースがありました。発見したのは、海上自衛隊の P1 哨戒機や P-3C 哨戒機、護衛艦、加賀、などです。外国の潜水艦が接続水域内を潜ったまま通過するのを確認したのは実に2年半ぶりのことだったそうです。どの国のものなのか、目的などについて防衛省は、日本側の探知能力に関わるものであるから公表できないとして、何も発言していませんが、政府関係者によると、おそらく中国海軍の潜水艦とではないかという見解があるそうです。ここで、よくニュースに登場する接続水域について説明しましょう。接続水域とは、その国の領海、領土から22km の外側で、かつ、領土から44km の範囲を指しています。その地域から先が、排他的経済水域。EEZ、エクスクルーシブ・エコノミック・ゾーンと呼ばれる水域です。潜水艦が、領海を航行する場合には、海面まで浮上し、国旗を立てなければなりません。つまり、領海では潜航は禁止されているのです。領海内では漁業も行われていますから、安全を考えれば存在を明らかにするのは当然ですよね。しかし、接続水域内では潜航することが認められているそうです。今回は、日本の領海ではなく、接続水域ですから潜航するのは、禁止はされていません。とはいえ、領海の鼻っ端をこっそり、往来されるというのは、なんとなく不愉快な思いはしますよね。この事態に、海自の元潜水艦艦長である元潜水艦艦長がインタビューに答えてくれました。元潜水艦艦長は海上自衛隊の元海将で、潜水艦、林尾の艦長などを務めた経験豊富な方です。現在は、金沢工業大学虎ノ門大学院で教授の職にあります。彼は、この潜水艦は中国籍に違いないでしょう。人間一人一人に、それぞれ指紋があるように、潜水艦にもスクリュー回転音などの、音紋というものがあります。同じ、音紋はありませんから、潜水艦の指紋とも言われます。詳細は話せませんが、海上自衛隊は、そういう情報をすべて持っています。つまり、音紋を調べると、潜水艦の名前も国籍も判明するのです。今回の、相手、中国は、自分たちが日本の海事に捕捉されているということは重々わかっていたはずです。それなのに、あえて接続水域を潜航するというのは明らかに意図がありますね。
海自の探知能力を試そうと考えていたのでしょう。中国は習近平主席による独裁体制が確立して以来、愛国心を高揚させるため、軍の主導によって対外的な強硬策が取られるようになっています。たびたび緊張が走る尖閣諸島での行動もその一つですが、実はこれも去年から動きは始まっていました。こんな風に平時においても様々な動きをして相手と抑止力をぶつけ合ったり睨み合いをしているというのが現実ですと話してくれました。ちなみに中国は2019年時点で60隻以上もの潜水艦を保有していると言われています。さすがは軍事大国中国と言うべきでしょうか。この数は日本の保有数を大きく上回っています。前述の元潜水艦艦長は数だけの比較で見れば確かに海上自衛隊は中国に追い越されています。しかし問題は潜っている潜水艦を発見する能力の違いです。現在はアメリカ海軍が世界トップですが、1990年代、平成初期までは、海上自衛隊が世界で一人勝ちのような状態でした。海自は横須賀基地のアメリカ海軍第7艦隊と一緒に訓練をしていましたから、アメリカに引っ張られるようにして、能力がアップしていったのです。それにプラスして P3C 哨戒機を100機揃えたことで一気にレベルが向上しました。一例ですが、私は1998年、平成10年にハワイ沖で行われたリム PAC 環太平洋合同演習に日本代表として参加しましたが、潜水艦林をたった一隻でアメリカを含めた艦隊を全滅させることができました。現在対潜水艦戦技術に関しては、イギリス、フランス、ロシア、中国も、いまいちです。イージス艦の能力とミサイル防衛の能力については、日本とアメリカだけがダントツに優れています。だからこそ、アメリカは、海自に対して、世界で自分たちと一緒にやっていけるのはお前たち日本だけという態度です。アメリカが日本と強く結びついている状態を中国海軍政府が強く意識しているということでしょうねとも語ってくれました。これも防衛省関係のニュースでよく登場する単語ですが、リム PAC。リムパック、環太平洋合同演習というのは、アメリカ海軍の主催により、ハワイ周辺海域で行われる各国海軍の軍事演習のことです。日本の海上自衛隊は、1980年、昭和55年、から参加しました。元潜水艦艦長が参加した1998年のリム PAC には日本、アメリカの他にオーストラリアと韓国も参加しています。では、
ここ最近の外国艦艇の行動に関しての発言を紹介します。中国潜水艦の潜航を受けた河野太郎防衛大臣は、自衛隊に緊張感を持って、情報収集にあたり、領海領空の警戒や監視に万全を期すように、と、指示しました。このような外国との緊張をはらむ関係については、広報戦略の一環として、わざと国内外に知らせることもあるそうです。この活動の課題について、再び、元潜水艦艦長の意見を伺いましょう。元潜水艦艦長は、私は、2001年の同時多発テロ 9.11 前後に、ワシントンで駐在武官をしていました。当時アメリカでは、エムベド、記者などが従軍すると言葉があり、戦場に記者を同行し、軍の動きをありのままに見せるということがありました。私は、こういう時代が来たと感動しました。その後、自衛隊の広報室長の職も務めました。しかし、日本のお役所というのは、なかなか固い部分が多くて、記者などの外部の人間に情報を提供したり、実態を見せるというのを、回避したがるようでしたね、と語ってくれました。つまり、一般国民に国防に関わることを教えるのは難しいというよりも、教えたくないという雰囲気が強いのではないでしょうか。とは言っても、海で働く人たちは、海上自衛隊や海上保安庁の職員だけではありません。漁業関係者のみならず、観光客を、相手の商売をしている人も、たくさんいます。そのような人たちを含めて、多くの人々に、日本が抱える、対外的な課題を知ってもらうことは必要ではないでしょうか。そのためにも、防衛省や国の機関は情報を、広く公開してもらいたいと思うところです。すでに次期潜水艦建造計画が進む中、一般には公表されないスペックとはと、たまに考えてしまいます。今回は次期潜水艦の性能を詳しく見ていきます。潜航深度を深くすることでより忍びやすくなるが、浅い海域でも機動力が必要となる。それには、やはり、電池性能ということになりますね。2021年現在、
海上自衛隊の最新鋭の潜水艦といえば太平洋型だが、1番艦の太平洋が2020年10月に進水、2022年3月就役予定。2番艦の枠芸が2021年10月に進水、2023年3月就役予定と配備はこれからだ。太平洋型は、前級である、そう、流型を、デザイン的にも機構的にも踏襲した潜水艦だといえ、特に、そう、流型の最終の2隻、11番艦、桜竜と12番艦の桃竜の正常進化版と位置づけられるだろう。これは、機関部の構成も同様であることからも伺え、桜竜、桃竜と同じく、太平洋型も、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせた、ディーゼルエレクトリック方式の潜水艦である。使用上では、桜竜等が、水上排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.3 メートルで、軸出力5600馬力、水込み13ノット、水中20ノットの速力だと考えられている。一方の太平洋型は、水上排水量3000トン、水中排水量4300トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.4 メートルで、軸出力6000馬力、水込み13ノット、水中20ノットの速力等が予測されるが、すべて近似値である。こうした使用上から見た場合に、実は、そう、流型の1番艦から10番艦までの10隻は、軸出力で8000馬力ほどあり、機関部構成が、ディーゼル機関とスターリング機関と鉛製バッテリーと発電機だった頃は、今よりも数値上は上回っていた。しかし、そうしたカタログ数値以上に、機関構成の簡素化と艦内スペースの増加、そして鉛製に比べ、高速充電と持続力が向上したリチウムイオンバッテリーの採用で、実際の運用上の効率は遜色がないと言われている。ただし、あくまでも、これは、これまでの海上自衛隊内での通常動力型との比較の話であり、他国の原子力で推進する潜水艦とは、出力やそこから生み出される水中速度等で劣ってしまうことは、避けられない事実ではあるだろう。おおむね、原子力推進型の潜水艦の水中速力は、30ノット以上とされており、通常動力型では、世界でも最高の水準と考えられる海上自衛隊の太平洋型や桜竜型のおよそ 1.5 倍以上ににも達するため、おのずと運用用途が異なってくる。そうした水中速力と長時間の潜航航行が可能な敵国の原子力潜水艦に対し、日本の潜水艦が行うのは、特定の海域における待ち伏せ戦術であり、いわゆるチョークポイントと呼ばれる地点に潜み、敵艦の行動を妨害するものだ。特に、海上自衛隊の潜水艦の場合、他国の攻撃型潜水艦が、対地攻撃用のミサイル等の兵装も実装しているのとは違い、純粋に、対艦攻撃用の兵装のみに限定されているので、この傾向は、一層強くなることが予期される。韓国の国産潜水艦のトサンアンチャン補給の初期型バッチ1では、通常動力型であるにもかかわらず、潜水艦発射型の VLS を6機搭載しており、攻撃型潜水艦の範疇でありつつ、対地攻撃能力の獲得を目指している。こうした他国の潜水艦とは異なり、海上自衛隊の潜水艦は、純粋に敵潜水艦を含む、対艦攻撃に特化した艦艇であり、傭兵思想そのものが、自国の領海防衛に限定されていることを今一度踏まえておく、必要があるだろう。また、2020年に、太平洋が、実際の進水式を迎えるまで、までには、一部では、推進方式に従来までのプロペラによる
スクリュー式ではなく、ウォータージェットもしくは、ポンプジェットと呼ばれる推進方式の採用を指摘する声もあった。確かに、ウォータージェットによる推進方式は、一部の他国の潜水艦で採用されており、アメリカのシーウルフ級、イギリスのトラファルガー級、ロシアのボレー級などが実在しているが、いずれも原子力推進型の艦艇である。潜水艦以外でのウォータージェット推進の採用例としては、レジャー用の小型の水上バイクや、速度22ノットを超える高速船の一部などに取り入れられており、水上艦では40ノット以上を発揮する艦艇も存在している。ウォータージェット推進は、搭載する艦艇が自身の接する周囲の水を一旦吸い上げ、高圧ポンプを動力源にして噴射することによって進む方式だが、スクリュー式よりも物理的な効率が低く、したがって燃費も悪い方式でもある。それでも前述したように、一部の原子力推進型の潜水艦がウォータージェット推進を採用しているのは、その原子力という動力源が非常に寄与しており、一般の通常動力型とは比較にならないほどの出力を生み出すゆえである。にもかかわらず、タイゲイ型がウォータージェット推進を採用するかのような言説がインターネット上に流布された背景には、おそらく2019年に千葉県の幕張メッセで行われた MAST アジア2019という展示会の影響があったと思われる。この MAST アジア2019において海上自衛隊の潜水艦建造を担当している主要メーカーの三菱重工業者が将来の次世代型潜水艦のイメージ図を展示しており、ここでウォータージェット推進の採用が打ち出されていたのだ。あくまでこの時に三菱重工業者が展示していたのは、次世代潜水艦に向けたコンセプトイメージの訴求が目的だったと思われるが、これを見た気の早い一部の人々が、双竜型に続く新型で採用されると先走ってしまったようだ。少なくとも、この当時命名はされておらず、タイゲイ型という名称も未定な新型潜水艦ではあったが、一番艦、タイゲイは、この前年の2018年3月には寄港されており、そもそも次世代潜水艦という表現には合致しない。そのため、この時のイメージ図を本来的な意味での次世代潜水艦だと解釈しても、それは少なくともタイゲイ型以降の潜水艦だと考えるのが正解であり、順当な判断だということがご理解いただけるだろう。ウォータージェット推進は、噴出する水流の方向を、ノズルの向きで変更可能なために、舵の設置が不要であり、高速度を実現できることと合わせて、潜水艦に実装することの利点が少なからずあることは、疑いようのない事実ではある。しかし、一般的に、25ノットまでの速度域においては、従来のプロペラによるスクリュー式が、動力源の約 65% の効率であることに対し、ウォータージェット推進では、ここから 20% ほど低い効率しか実現できないという。この両方式のエネルギー効率は、速度が30ノットを超過する時点で逆転するとされており、現状最新のリチウムイオンバッテリーで、水中速度が20ノットほどの日本の潜水艦では、その域に到達することはかなり困難である。今後、リチウムイオンバッテリーがさらに進化して全固体化がなされれば、そこで得られるパワーで水中速力を現行の20ノットから向上させる可能性もあるかもしれないが、やはり 1.5 倍にもなる30ノットの実現はハードルが高いだろう。これを考慮すれば、個人的には、日本の潜水艦が、通常動力型である以上、ウォータージェット推進の採用は、メリットがなく、かなり抜本的な技術革新が実現されない限り実装されることはないと思えてくる。